本日はこのように大きくなったシャインマスカット、花房に対してホルモン剤、促進剤の浸潤作業を説明します。作業は1、2、3、4、5、6、7枚、前回摘心を行っていますので、このように先は止まっていますが、まあ7枚開いているのが分かるように、もう8枚以上本来であれば出ているということになります。で、花芽がこのように随分大きくなっていますが、促進をさせ、より早くカリオ肥大を望むように、まあ、期待をして作業を行うわけなんですが、ではどういったように溶液を作るかなんですけども、まあこれだったら2リットルのペットボトル、よくあるお茶なんかが入っているものですけれども、これまあ空いたもの、まあ、新品を買われてもいいとは思うんですが、これに水を満杯の状態で、まあ、2リットルと。で、2リットルに対してフルメット、これを 2cc 入れます。そうすると 1ppm の倍率になります。2リットルに対して 2cc 入れるので 1ppm です。で、まあ、基準値は1から 2ppm になっていますので、その辺はご自身の希望というところに合わせて作業されるのが良いかと思います。この点に関しては、まあ、農薬を使うことになりますので、まあ個人の勝手な思いだけではなく、農薬基準、まあ、それに見合うように作業を行うことがまず基本となります。なおかつ、まあシャインマスカットもそうなんですが、今危惧されている問題なんですけども、一粒粒果実樹が大きく重く、まあ見栄えもしますし、購入された方もまあ大きい方が食べ出があるんで望まれるのでしょうけども、例えば過去にアレキア、その他青ぶどう、そういったものも全部すべて辛くそうなんですけども、まあ果樹、花房樹、一粒樹を大きくするがためにホルモンの量が増えて、まあ、糖度が下がる、なお他には、まあ、デメリットとして色づきが悪くなるとか、そういった副作用がいろいろ出まして、最終的にその品種のブランドを損なうという結果になっていっているのが、日本のブドウ栽培の悪しき習慣というか、いう部分です。なので、このホルモン、特に促進剤に関しての使用、これには十分注意をして、使用を考えて、まあ、作業もしていっていただきたいと思います。まあ一粒樹を大きくするのは、まあ、これだけが、ホルモンだけが影響を及ぼすものではありませんし、また他にも摘心もそうでしたし、副梢の管理、まあそういった部分でもコントロールできます。またシャインマスカットは今問題になっているのが、石という状況に一粒ずつがなっていって、要は死んだ粒ですね、最終的に最後まで生育しない状況の粒が
多く房の中にできてしまうということが問題になってはいるんですけども、またそれ以外にも昨年2017年度種が多く残ったという状況もあったりします。これは促進剤、また逆に種を抜いたりする抑制剤、これがマイシン、ジベレリン、ジベレリンに関しては浸潤する作業する時期によって効果が違ってはくるんで一概には入れないんですけれども、それにフルメット、これをの促進剤を同時開放するということで、石が増えたり種が残ったりということが原因となっています。天候云々おっしゃられる方が稀におられますけれども、これはもうほぼ関係ないですね。実際当方では昨年度ほぼよそでその情報があったようなことにはなりませんでした。つまりはそのホルモン剤の使用の方法が極端に多用されているという現状になっているのかと主観ではありますけれども思っております。作業はですが、このようなカップに入れまして、どんなものでもいいんですが、一房一房先をつけていきます。実際に房として使用するのはこの先の部分、今でいう一関節分ぐらいしか、3センチぐらいしか実際には使いませんので、そのところだけをつけていっています。実際その浸からなかった部分にももちろんその枝全体にこのフルメットはホルモン剤は影響しますので、霧吹き等で作業される方もおられます。霧吹きで作業しますと早いんですけれども、たくさん量が液剤がいりますんで、個人の都合に合わせて作業されてください。